僕らはみんな生きているって感じ。黙って進んで。スーパーネイティブレインボーじゃーん。はい、ウェーディングです。ガチ中のガチあんまりにも釣れないんでね。君がこうなったらもうウェーディングですよ。何が何でもってやつですよ。これが言うてももう昼過ぎ、夕方まで残りわずかの時間です。なんとか一本撮らせて、え、いや自分で撮るんだよはい、でさっさと今回はね、シャローエリアの調査ですよ。シャローって何？浅瀬ってこと。多分ね、この辺放流は通れないです。いや通れるよ、思いっきり通れる。道なき道を進むのは足の子スタイルですから、それがネイティブスタイル。僕らはみんな生きているって感じ。黙って進んで。そこなんか立ち入り禁止になってるね。そこ落とし穴になってるね。入ってみてなんでここから降りるね。うん、なんか降りれそう。言うてここは初場所な。じゃあ一昨年に一回来たか、一番最初の頃にね。下見に一回来ただけやな。ここは結構浅いから多分前の方まで行けるはずなんだよ、ね、ディープウェーディングスタイルだよ。あの海で培った。そこ危なくない？うん、こっちにしな。君はまず無事にたどり着くっていうところがスタート地点だから。おー着いた。おい、いい景色です。人いるやんね。まあでもやるしかない。さあ、じゃあここでやっていきますよ。ちょっと放流魚も結構おりそうだから、まずこの足の子用のヘザクラ 3.5g でいきます。あんたはワインドで。うん、5g で。さあ入るよ。ああこの辺から深いね。いや結構深、ちょっと前に出過ぎちゃったの。怖い。ちょっと後ろ下がりたいんだけどさ。多分もうちょっと行かないと引っかかるんじゃないかな。ここまでして釣れなかったらもうダメやな。ウェーディングまでしてここまでやって釣れなかったらもう引退よ。結構水が冷たいね。いやでもやっぱ気持ちいいな、ウェーディング。レイクイングの5g。人は多いけど景色はいいな。5g でカウント10で底つけますね。結構シャローですわ。ボトムからのデジ巻きで。あ、そうです。あ、どうも。すごいです。よくわかりましたね。そんなわかります？そんなわかりやすいですか？びっくりしました。いや、初めてなんですよ。こっちはどうなのかなと思って、様子見で。今来たばっかりです。実際どうなんですかね、この辺は。あ、そうですか。きついな。10g ワインドでいきます。ボトムからの 10g ワインド。全然誰も釣れてないみたいだな。ボートもおかっぱりも。これはちょっと厳しいかもな。でもこの状況で釣れたら逆にヒーローだけどな。食ったよ。ワインド来たよ。結構膨張してこんなめちゃくちゃ小さくない。お、また釣りやがったな。こっちまで行けねえよ。ニジマスやな。あ、外れた。外れた。ニジマス。沖のボトムから。5g？ 10g。10なんだ。私5って言われたから5つけてんの。言ってよ。いやいや、まだ分からへんから。試しでやってみたら。釣れるようにならなきゃいけないんだから。ずるいな。ボトムを落としてんだよね。うん、もうワインドに自信がなくなっちゃった。釣れる人は何しても釣れるんだね。釣れない。
なんで私だけ釣れないんだろう。やっぱこういうね、誰も釣れてなくて杭が渋い時ほどワインドって強いんでね、リアクションの釣りなんで強制的にスイッチを入れるってことができますからね、この一撃を狙おうと思ったワインドは有効ですね。お、ついてきた。ここまでパシャンって、私釣れる気がしてきたぞ。釣れない。厳しいな。誰も釣れてない。人はエグいけどな。ダメだったね。厳しいね。厳しいわ。まあでも俺は1匹かけたからな。この中で唯一とも言える。あんただよね、問題は。結局ウェーディングでもやる。どうしたら釣れるんだろう。ね、教えて、それ教えてもらわないと。でもいつもやってるとこあんじゃん。あっちの方がいいやろ、うん。アウェーやん感じがするよね、こっちは。人が多いし。でもここね、勉強になったよ。ダートの。ダートのやり方はここで掴んだ。掴んだ感じかな。じゃあそれを生かして、明日行きましょう。朝一。崖下りで。おはようございます。やってきましたよ、足の子。再び、崖下りしてきましたよ、この真っ暗闇の中ね。ちょっとね、あまりにも釣れないんで、レンチャンですよ。もう、放流ポイントに入って、ウェーディングまでして、それでも釣れないっていうね。なんで？いや、まあ、でも誰も釣れてなかったから、言うて、周りも。やっぱ釣れへんのが当たり前っていう感じで思わないといけない、足の子の場合。だから、その中で、一本でも釣れれば、勝ちやから。そう？うん。なんとか皆さんに、言うときは与えてください。じゃあ、頑張ろう。はい。まずはこちらのレイクイング5グラムからいきます。ニューレイク、まずはふわふわスローリトリーブで、うわバレた。最悪、結構まあまあやったろ。レイクイング5グラム朝一フィッシュしたと思ったんだけどな。いやでも可能性をかなり感じるぞ。表層デジ巻きでいきます。これ多分 GoPro やったらまだ真っ暗な感じやから赤ライトつけてますけど、肉眼ではもうかなり明るいんで、 GoPro って暗く映っちゃうんですよね。来た来た、でかい、めっちゃでかい、めっちゃでかい、でかいでかい、やばいやばい、モンスター、スーパーモンスター。岩があったらやばい、上がらない。6まで、6まで、でっか、ミートじゃん、ここで。よし、取った、ミート、よっしゃ、よっしゃ、やったよ。あ、むちゃくちゃでかい。嘘、しかもスーパーネイティブやりました、スーパーネイティブ。これやばいよ、ネイティブの6まで、やばい、むちゃくちゃ引いたよ。岩出られるかと思った。レイクイング5グラム。いいな。ナイスモフ。スーパーネイティブレインボー。やりました。よし。やりました。やっぱ暗い時間帯はこういうね、スローな誘いの方がいいね。まあでもサイズとかではないけど、でもやっぱあのネイティブのあのサイズっていうのもかなり貴重。あざけちゃん、頑張ってください。釣れないよ。これ使えって。何にも使えるものはないんですけど。なんか去年のお下がりみたいなのばかりで。どんどん行きましょう。これも期待できる。食った。ホールド食った。ホールド食った。これちっちゃい。ちっちゃいけど。なんか人形やな。広報だな。これ何や。え、ヒメマスや。ヒメマスにしたらでかいな。釣れたの？お、ちっちゃいじゃん。ヒメマスなんだ、ヒメマス。ヒメマスなんだ。これヒメマスでしょ。ほら、ヒメマスにしてはでかくない？今まで釣ったヒメマスで一番でかい。30センチぐらいのやつ。レイクの5グラム。ホールで食った。1個借りようかな。うん、でも、ぼちぼちワインドだよ、もう。頑張ってください。頑張ります。はい。きついね。手冷たい、死にそう。
頑張ってますね。あんな岩の高いところで。怖がりなんですけどね、高いところが。釣りたくて釣りたくて仕方がないみたいですね。なんとか釣らせてあげたけどな。いろいろアドバイスはしてるんですけど、釣れないのが普通なんでね、足の子。正直俺もね、そんなに釣れるわけじゃないんで、なかなか難しいですけど。でもなんとか一本取ってほしいですね。あんだけ頑張ってるんでね、取らせてあげたい。きついわ。センスがないな。さあ、では移動していきました。湾内です。湾内でもこのワインドやったらワンちゃんネイティブ出る可能性あるから。さあ行ってみよう。ナイス飛距離。距離はいいんだね。はいはい。そう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 。なんかスカルな。リズムが合わない。なんか変なんだよ。合わないの。向かい風だし。風に吹かれて。風が吹くとも厳しいね。もう一回見といてよ、俺の感覚で。釣れちゃうんでしょ。こんな感じのイメージ。水押しのその強さが必要なの。強くすればそんなに大きくなくてもいい。まあまあサイズだ。うん、これネイティブじゃない。ネイティブだよこれ。タイプもめっちゃあるよ。よかったね。オッケー。ほらネイティブだよ。ヒレピンピン。太鼓すごくない？太鼓めっちゃあるよ。やっぱり一緒に釣りに行くのやだな。なんでだよ。自分ばっかり釣ってるから自信なくなっちゃうよね。どこに行っても釣れるんだね。ほら完全ネイティブ。そうだね。やっぱワインドやったらここでもネイティブ食うな。楽しいでしょ。うん、頑張れ。寝るかな。釣れたら泣いちゃうな。早い？マインドしてる？じゃあ間違いはないってことだよね。釣れない、釣れない。これ釣れんの？これルアーのせいにはしたくないけどさ。俺がさっき釣ったやつ使ってみる？舐めて。マジで？至れり尽くせりフィッシング。うん、だいぶレンジが下がっちゃってるけど。マインドが、あ、当たった。やっぱりこのルアーだよ。惜しかったね。今の可能性出てきたよ。まあ言うて俺が投げてるけど。だって飛ばないのこの風が。あ、当たった。今のはね、受け渡しワインドうまくいったなと思ったの。いけるよ。振りたい。振りは十分だよ。トロトロ。これいい？もっと早い。あー乗んなかった。なんで合わせんの下手なの？いや、多分ね、魚が小さいんだろうね。3匹逃してるよ。言うて悪い。ねえ、また分かんなくなってきちゃった。自分で一回試してみた。みんな同じ体操してる。おっ、来た。これブラウンっぽくね。ずるい。今それさ、私に変わってたらさ。え？なんで私がやってる時は釣れないのさ。どうやネイティブ？いや、こういうブラウンじゃん。ブラウン。やりました。ワインドフェザーです。ワインド 10g。これが俺のワインで。やりな、やりな。多分回ってきたわ。なんで釣れるんだろうね。ちゃんと同じようにワインドしてんの。でもやっぱタイミングだよ、マジで。ちょうどいいタイミングで俺が投げちゃってんだよ。そう、だからずるいんだよ。だからやっぱあんたがずーっと投げるしかないよ。キープキャスト。釣れないよ。おっ、おっ、おっ、嘘。外れた？マジかよ。嘘でしょ。合わせが弱いよ。もっとがっつり合わせんと。まあでも当たりは出てる。これはいけるよ。そろそろいける。釣れないよ。そういう風になってんだよ。全然ここで引き味わってないな。あー釣れない。じゃあ最後俺が釣って渡してあげようか。うん、そしたら可能性がありそうだね。
くたくたくた、早く早く、早く早く、あ、釣れた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 、うん、釣れたね。ブラウンだ、ブラウン、オッケー、はい、どう、魚の引き味わった、味わった、やったー。でその至れり尽くせりフィッシングとはこのことですよ。あとはこれを自力で釣れれば最高です。一回最後ちょっとワインドの方試していい？ちょっとパターン分かったな、ボトムだね、多分まだ釣れると思うよ、ボトムのワインドで。これ多分ブラウン、これバーマーやで、やばいやばいやばい、すごいすごい、でかいじゃん、あれね、これバーマーや、うん、綺麗だね。これイワナだよ、イワナ、イワナだよ、イワナ初めて釣ったわ、足の子で。こんな黄色いイワナいるんかな、よく引いた、ここに巻かれるかと思ったもん、危なかった。やる、うん、お、さあじゃあ次は自力でダートホールで行こうか、トントンステイで、もうボトム叩いてやってみようか、トン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 って感じ、トントンステイ、うん、ちょっと一回見本見せるわ、ちゃんと一回一回ボトムについたことを確認しなきゃいけない、トントンステイ、ボトム、トントンステイ、ボトム、トントンステイ、ボトム、この辺からはもう普通にこうやって手前はもう引っかかっちゃうから、それ私にはできないな、教えた意味どうで、真ん中に来たらご飯やもん。どの辺からトントンステイがなくなるのか、真ん中らへん、ボトムこれ、うん、トントントンステイ、ついてるのが分かんない、やめとこ、あるある、やった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 、来た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 、やっと来た、やっと来た、やっぱステイだったか、これブラウンだか、じゃあほらブラウンだよ、来たよ、よっしゃやりました、やっと釣れた、おめでとうございます、ありがとう、泣いてるじゃないか、やっと行ったね、いや長かった、長かった、ね、長かった、やばいでしょ、こんだけ苦労して頑張ったからちゃんと食ってくれたよ、ワインドフェザー、上顎にしっかり腹筋だよ、はい、やりました、ナイスボー、やった、嬉しい、この一匹の価値はすごいっしょ、すごい苦労したからね、よく頑張ったよ、本当にみぞれが降る中、きつかった、きつかった、でも報われたね、これが芦ノ湖の釣りや、これはみんなに夢と希望だよ、マジで、やっぱこんぐらい頑張らなあかんってこと、本当にね、ガチで釣りたくない、頑張らんと釣れへんから、釣りってそういうもんなんや、ちょっと行ってすぐ釣れるとか、缶釣りやったらまあそういうのあるけど、基本やっぱ釣りはそういうもんじゃないからね、そうだね、でもその釣った先にあるその感動とかルーマン、それが最高なんだよ、よくやったよ、おめでとう、はい、というわけで芦ノ湖おかっぱり編、ようやくケイちゃんが釣ってくれました、長かった、非常に長かったです、僕は至れり尽くせり大変でしたよ心が途中折れまくって折れまくって、もう芦ノ湖二度と来ない、もう引退やというふうに言い出し始めたんで、芦ノ湖っていうのはきついんだよ、周り見てよ、誰も釣れてなくない、うん、そうだね、でしょ、だからそれが普通なのよ、釣れる方が本当に珍しいの、釣りすぎなんだよ、だから折れちゃうの、釣れる人がいるとね慣れちゃうのね、俺はでも逆やな、なんか誰も釣れてない方が俺は嫌なのよ、本当にここ魚いんのとか釣れへんのじゃんって状況のせいにしがちになっちゃうのか、でも誰かが釣ってたらなんかパターンあるんだなっていうのが分かるから、釣れる人の考え、いやだから釣れる人にまずなるためにはそういうマインドから変えていかなきゃいけないわけ、横でこうボコボコに釣れる人がいるっていうことはそれはいいヒントがあるってことなんだから、そいつから盗めばいいわけよ、でも真似してても釣れないじゃん、だから真似してるつもりが真似できてなかったですね、まあ、あんま言うとまた残る俺が、私の気持ちは多分、ね、みんな分かると思う、そうなんか、芦ノ湖やっぱりね正直厳しいです、簡単ではないんですけども、放流日だったりとか魚がすごく溜まってるところにうまいこといけばまだ何本か釣れるとは思うんですけども、まあでも基本的には厳しいということは覚悟の上、それを楽しむっていう感じですかね、まあでもやっぱワインドはでもすごいと思うよ、やっぱ周りが全く無の状況の中でも魚を引き出すことができるっていうのはやっぱ今日も実感したし、もう最後はもうブラウンネリアに切り替えてダート&ステイで、まあ、やらしました、
ブラウンはね、地形の変化タイトにつきやすいんですね。岩穴もそうですけど、そういうやつを狙うときはボトムを叩くような使い方でワインドをやってもらうと取れると思います。まあ何せよ足の子やっとケイちゃんが解禁しました。あとは年間の元を取れるまで頑張っていきましょう。頑張ります。ではこの動画が良かったと思ったらぜひグッドボタンを押してもらってチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、では次の動画でお会いしましょう。失礼でした。キレでした。ありがとうございました。はい。